チャリゾーです。オラです。なんか嫌いなオラです。寒すぎやろ。寒いですけど今日もやっていきましょうか。はい、今回なんとですねあるものを用意しております。はい、はい、早速ですけども登場してもらいましょうか。はい、どうぞ。絶対せんけどな。意地でもしたくない。そういうことで、ね、めっちゃ寒くなったんやから。そういうことで今回ゆってぃ、はい、これ100本っすよね。これ100本ですね、はい、100本のバラを使いまして、はい、見知らぬ人にいきなりプロポーズしてみたー。イエーイ。めっちゃやるやんチョリ。それ俺応援するよ、応援。はい、ということでですね、100本のバラを使いましてね、いきなり歩いてる見知らぬ人にプロポーズしていこうじゃないかということで。めっちゃいいっすね。見てこの100本のバラです。やばいっすね。キラッキラしてる。いや、マジめちゃくちゃ重いっす。初めて見た。こちらにちゃんと本物ですからね。はい、テクニックを集めたな。めちゃくちゃ時間かかりました。あんま100本持ってない、これ集めるのに3日かかりで集めます。今日の企画はもう絶対失敗できないです。何もが取れてんじゃん。しかも今シーズンなんでバラの約6万円しました。高っ。じゃあ早速行きましょうか。はい、それでは見知らぬ人に100本のバラを使っていきなりプロポーズしてみたら、待て、チェック、で、アンダーホン。誰から行きます最初。いや、誰からってもうそれ持ってる人から行った方がええと思う。だって俺ら行きたいけど話してくれへんもん。いやいや、そうっすね。まあ確かにね。やっぱりそれもう行きたいっすね、それは一発目。いいですか逆に。あんまり頼んで。なんかあったら代わりに謝ってくださいね。じゃあカップルとか見てない。言って、なんか顔赤いけど熱いんか。熱いです。いやもう重くて重くて。これあんまり痛くないですけど、どっちがバラかわからんかった。そうっすね。おったおった、めっちゃ探してたんよな、あの子ずっと探してて。あ、みなみやんね。みなみ合ってる。え、さなみやん。え、めっちゃ探してたよ。なんかあの、みなみがなんかそのやっぱ赤好きって言ってたから、やっぱ今日はやっぱ清掃やし、スーツ着てきたし、なんかもうやっぱ今までいろいろ思ってたけど今日で決めようと思って心の準備してきたから。誰だ、一回ね、本気でね。結婚してください。結婚してほしいな。やだ。次はじゃあ青色のバラ持ってくるね。あ、ちょっとすいません、ごめんなさい。ちょっと遠目で見てて、あの本当に可愛いなと思って、僕と子供にしてください。なになになに、ああああやばいっす、やばいっす、こいつやばいみたいな感じだったから。やばいよほんまに。だってこんなんやばいやばい、やばすぎるもん。なかなかいないね。いないですか。あ、あちらの女の子はどうですか。あ、いいだろ、3人いますね。いや、気に入った。そう、あ、すいません、皆さんごめんなさい、すいません。あ、ちょっと汚れてるんでね、すいませんね。はい、あ、こちらのね、こちらアルカディア王国の王子様なんですけれども、この女の子方はどうですか、王子様的に。いいね、いい感じですか。逆にこの王子様どうですか。めっちゃかっこいい。でもぜひね、ちょっと王子様からね、どうしても伝えたいことがあるということで、よかったら聞いていただけたらいいなと思うんですけど。いいのかい。でもそれはもう好きに言っちゃってください。年はいくつかな。19。全員19。19で大丈夫ですか。一番好きな。よかった。じゃあもうぜひちょっと王子様からね、どうしてもあなた方にね伝えたい言葉があるんで、今から聞いてあげてくれますか。もう一個聞きたいね。もう一個行きましょう。好きなね、好きなあれとかね、聞きなさいよ。あれでいいですか、うん、それで決めよう。本当にいいんですか。好きな太陽なんですか。これで決まります、王子様のね気持ちはね。対面罪です。対面かね。対面罪。お姉さんは、まあ、お姉さんもじゃあ、目バック。まあまあいいじゃないですか。かなりやり込んでますね。彼女は。からのじゃあセンターの。正常位。決まりましたか。それではじゃあ一度ね手を出していただいて、やっぱ王子様の前なんでね、ちょっと図が高いんで一回で頭下げていただいて。王女になるということだからね。そうですね、王女になるということなんで、お願いします。僕と結婚してください。どうですか。正常位しましょう。正常位しましょう。言ってよかったよ。よかったっすか。うん、なんか俺ほんまに王様なんて気分やったもん。もうやっぱ普段の生活からそうなんで、社長と下僕っていう。
一人と結婚できたわけやし、ちょっと王族やからな俺。うん、そうですね、ちょっと捕まえていこうか。あ、僕も伝えてるんで、いける、行きましょう、行こう、はい、行きましょう、よし。待った、めっちゃ待ったやろ。なんかね、二人を見た時から心の中ですごいラブソースイートが流れてるんですよね。この景色もね、一緒に見るの何回目だろうと思って、今日はね、ついにちょっと本気で思いを伝えようと思って、俺の嫁になってほしい。プリーズラブソースイート。そのプロポーズちょっと待った。何、またな、またお前か。どっちにプロポーズしてたんだ。もう両方、バラ1本よりも気持ちが大切なんだ。気持ちの数のバラの1本か100本。なんでやん。改めて青が好きやったもんね。好きな色赤やったもんね。結婚してください。100本のバラより1本の気持ち、結婚してください。お願いします。いやー